お天気です。現在の熊本市の様子です、晴れておりますね、10月ですとちょっと暑い天気ですね。では今までの様子です、太平洋に、低気圧があり、下から高気圧が張り出しておるでしょう。明日の熊本県のポイント予報です。熊本市阿蘇市荒尾市全域で晴れ、雲一つない天気になるでしょう。続いて南部八代市、天草市、人吉市、こちらも晴れますけど多少雲が出ますけど雨の心配はなくないでしょう。それでは詳しい天気です。熊本市は明日は南の地、西の風、晴れ、降水確率は 0% です。乾燥注意報が出ております。阿蘇地方です。明日は南西の地、西の風、晴れ、午後は 10% でしょう。天草市、北地方、明日は南西の地、西の風、晴れ、午前午後とも 0% です。熊本地方です。明日は南西の地、西の風、晴れ、午後は 10% でしょう。洗濯情報は、どちらも全域とも晴れそうなので乾くでしょう。おしまいに週間天気予報です。1日とも晴れでしょう。3日4日はちょっと低気圧が来て、雨が降るでしょう。大雨になる可能性があります。ご注意ください。6日と7日ちょっと曇りが多い天気です。雨の方はにわか雨があるかもしれません。体育祭などは天気は大丈夫でしょう。熊本市の様子です。こんなのものに晴れておりますね。10月ですが、ちょっとまだ日中は暑いです。朝晩は冷えてきたので体調の管理にはご注意ください。夜はちょっと今日は冷えそうですね。以上、天気でした。